お疲れ様でございます。え、何されるんですか？いやちょっとね、うちの五木姫をね、ちょっと元気づけようということで日本からやってまいりました。わざわざ、はい、ありがとうございます。じゃあ、行きましょう。行きましょう。ですね、ちょっとお腹すきましたね。はい、ちょっとドッキリするのにも、やっぱ体力使うということで、こう激しく元気にこうサプライズできるようにとりあえず腹ごしらえしたいと思います。やっぱアメリカといったらハンバーガーということで行っていきます。最後だけ見せた。最後だけ噛んじゃった。最後だけ噛んじゃったわ。惜しい。惜しいわ。これ大丈夫？やば。バカうまいですけど。頻繁に見てるわけじゃないんで、練習の姿とか本当にこういう時にたまに見たりとか、なんかその本当タイミングでしか見ないんで、なんかすごい分かりやすいです、変わったのが。なんか本当に最初のミートとか見てるんで、初めてシンガポールイボルブ行った時のミートの動画とか私未だにあるんですけど、なんかマジ別人っすね。でもなんか本当に変わったと思います。なんかこの体の流れとかなんか変わった。本当にバッグもいい。
だったっけあの時19だな。で今23だだよね。4年、4年ですって、やばくないですかねえ、性格めちゃくちゃ合いますよねじゃあ悪いとこだけ吸収するんですよ私の悪いとこだけね。いやいいところで、でもなんか5個違うんですよ、はい、でもなんか全然感じないっすね。一緒になってふざけちゃうからダメっすねだから私がもっとダメだよとかなんかセーブしなきゃいけないですけど、一緒になってやっちゃうからやっちゃうからアメリカって感じですね。ただ自由の女神ちょっとちっちゃめですね意気込み、はい、いやもう勝つ、それだけですね。もう意気込みそれ以上ないです。とりあえず勝って日本に帰る、もうそれだけです。頼みますよ頼みますよ本当に。なんかこの間の試合の終わった後の泣き崩れるシーンあったじゃないですか。あれ見てなんか今もらい泣きしてた話泣きできちゃった。あれでなんか私めっちゃなんかふーってきちゃって思い出し泣きしちゃったそうそうそう、でもあれ見たくないなって、ね、めっちゃ泣いてるねえ待って、ね、もうめっちゃ思い出し泣きしちゃったんですけど。結構泣けちゃって私やばい、なんか情緒不安定そうなんですよ。この一瞬でやばくないですか。勝たないといけないっていうプレッシャーじゃないですけど、勝って喜んでくれる人がたくさんいるんで。頑張ります。前のために、はい、頑張りますこの女この人この人レモネード一気飲みしたらめっちゃ寒い。全部本当試合前なんで怪我なく終わってくれたらいいなと思います、はい、このアメリカの武者修行でたくさんやり込んでると思うんで、どのぐらい調子上がってるか見れたらなと思います。
はい、最後のスパーリング終わりましたね。終わりましたね。これ試合前最後なんでね、はい。でもやっぱサバイブしてんなと思いましたね。やっぱ頑張ってるなと思いましたよ。こっちだとやっぱもう本当選手層も全然違うし、ね、あのいろんなタイプの選手でできてよかったなと思いますね。あの今日のスパーリングもリー・ホーチン選手と同じぐらいの背丈の選手とかともできてたんで、すごい想定しやすかったかなと思います。はい、まあね、でも次会うのはだってね、試合終わってからだからね、多分ね1ヶ月後と。寂しいね。考えられないですね。いやでも本当頑張ってほしいと思います。はい、ね、お別れ気をつけて帰ってください。はい、ありがとうございました。じゃあねー。